自然の聖地とは、人間が自然の中に神秘的な場所の精神を感じて、宗教的聖地とする自然崇拝の場を指す。ユネスコ自然遺産の諮問機関である国際自然保護連合が提唱したもので、単なる自然保護にとどまらず、精神文化の保全も図ることで、人間性や尊厳を守り、社会的環境、社会的結束を維持し、協調社会と持続可能性を追求するもので、自然の権利も呼びかける。その展開には2007年に承認された、先住民族の権利に関する国際連合宣言が、重要な役割を果たしている。世界遺産では、自然と人間の共生が見られる文化的景観として、捉えられる事例が多い。自然の聖地を推進することになった背景に、ユネスコと文化遺産の諮問機関である国際記念物遺跡会議が2001年9月に日本で開催した信仰の山の文化的景観に関する専門家会議において山を信仰の対象とする景観、環境の検証が提言されたことによる。これにより自然遺産として登録されていたニュージーランドのトンガリロ国立公園がマオリの聖地であることを理由に文化遺産としての要素を追加し、複合遺産となった。日本においては信仰の山、聖なる山は、富士山から信仰の対象と芸術の源泉として、世界遺産に登録された富士山を筆頭に、紀伊山地の霊場と山渓道の高野山や熊野三山、平泉、仏国土を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群の金渓山、そして、長崎と天草地方の潜伏キリシタイ関連遺産の安満岳などが挙げられる。本項は、英語版、ウィキペディアのセークリッドナチュラル、サイトと保護地域の文化的、精神的価値に関する IUCN タスクフォース&ユネスコ人間と生物圏計画、自然の聖地生物多様性やジャパン。ISBN 978から49億9017万4385による。ありがとうございます。